はい、免許改善シリーズの次として稼働件数のことがまとめてあります。まあいろんな教科書の中のやつのこの教科書の内容が割と詳しいのでこれにのっとってここではまとめてあります。まず身分方程式の立て方について教科書に書いてあることを詳しく説明しており、その次に初期値と最終値と次定数の関係を子どもたちを詳しく問題と答えという感じで書いてあります。それからその次は基準編として2回の微分方程式の稼働音について、これまた詳しく見ております。で、さらにはそれらをマスカットで解くとどうなるかということで、こんな感じで、OD ソルブを使って解く方法をまず紹介してあって、その次にラプラス変換を使って解く方法が紹介してあって、で、最後により複雑な回路の稼働現象について全部紹介してありますが、まあ、このシリーズのことはより詳しく、ラプラス変換シリーズとか、コンボリューションシリーズとか、いろんなやつに体系立てて書いたわけであります。まあ、こんな感じで、その全部をまとめた1ページにすると、こうなるよということを、学生に紹介して、まあ、こんだけで覚えておこうと言ってます。はい、以上です。